はい、えー、どうも皆さん、こんにちはいやー、もうね、えー、まあまあ、毎日毎日同じことを言いますけど、えー、自民党は総裁選一色で、もうメディアも今、そっちに集中してるんで、えー、結構ね、えー、微妙に支持率も上がりつつ、 自民党の、ね、でかたや野党はまあ、えー、なんとか自分たちに目を向けようということでね今一生懸命、えー、メディアとかに取り上げられるような動きとか、えー、そういう発言もしてるようですが自民党は自民党でうーんやっぱりね WA と言われる。 安倍阿蘇このお影響というのがねどんなふうに総裁選の結果に表れるか、うん、まあいろいろね今、まあ、総裁選の討論会とかね、うん、候補者による討論会とかされてますけどね、うん、まあまああの見る見ていてで っていいうのが多いですよね、うん、だからどうするのみたいなねまあ一方の野党も、うん、今総裁選をやってる自民党ですねまあ今はそんな時じゃないとコロナで、うん、このコロナ禍においてね、えー、そんなお祭り騒ぎやってる場合じゃないというようなことを連呼してますが、うん、それもそれでね まあ、よく言われる、えー、相手のね、えー、やっぱりこうや相手が失敗してる失敗したこととかそういうことを連ねて、えー、批判をするというなんかそれ変わってないじゃんっていう気もしますしね、うん、野党は野党に対しても「だから」というね、うんで「だからどうなの?」っていう「どうするの?」 えー、いうとところがねね、うんまあ、見ててちょっイイライラします、ね、だからもう今本当にね与党も野党ももうしっかりせよとあのーうん、結局ねその煽り食うのは国民なんでね、うんえー、みんながやっぱりその政治家としてね、えー、基本的にやるべきことをやってくれたらいいんですけど なんかやってるつもりでいらっしゃる方が多いような気が私はします。うん、という中でねまあちょっとさい、えー、最近まあメディアとかによく取り上げられてるさっきも言ったね討論会まあその内容の中にね、えー、こ,んこういう問題、えー まあ高齢者社会における社会保障制度というねまあ年金とかですねまあこれはもう今今ね起こったわけではなくってえもうずっとこれは言われ続けてることでえねまあそんな状況の中でねえなんか振って湧いたように議論が出てきたみたいな。 候補者の立候補とか初めの会見の時にですねこういった話というのはあまり政策の中に、えー、具体的に織り込まれてなかった感があるんですが私が知らんだっけかもしれませんけどねまあそんな中で、えー、ちょっとですね今日あニュース朝日新聞デジタルのねニュースで、えー、高齢4人に1人が労働者と。 65歳以上人口が29超えと。まあ、これもね以前からこうなるよと要は高齢化社会というのはね、えー、みんなずっと言われてることで、えー、それに対してまあね年金というのをどうするかというね、えー、ことを、まあ、一番にね、うんまあ、社会保障制度というのは年金だけじゃないのでね、えー、医療とかあの介護とか。 そういったことも含めてのことになるんですがえまずそのねニュースですねえこれが朝日新聞デジタルの <laughs> サイトですけどえまあ国税調査をもとにですね2015年の国税調査をもとにした高齢者の人口推計 ですね、これはまあ65歳以上の人口が、えー、前年より22万人増えて3,640万人総人口に秘める割合要は高齢化率が29.1%ですーと。で、えーね、3割約3割ですよねだから3人に1人がほぼ高齢者になってる。 ということですねこれはますます、えー、進んでいきますよ、ねうんまあ団塊の世代と言われる世代とその後ベビーブームかなと言われるところで、えー、人口がぐっと増えてるところそれがもう10年ぐらいでやってくるのかな。うんえー、ということで、えー、非常に、まあ、高齢化のおが進んでると。 ということで,す、ね、で女性が高齢者の女性が2057万人、えー、女性人口の32%男性は1583万人男性人口の26%とまあ女性の方が高齢化率は高いということですねあここに書いてあるか、えー、要は段階の世代1947年から49年生まれね うんえー、を含む70歳以上の人口が2,852万人総人口の22.8%と前年より61万人増えたとまあ30%に迫る高齢化率が世界最高とまあ、あのー、長寿の国としてね、えー、これは片や長寿の国としてやっぱり日本はね、えー、それなりに。 にやっぱりあの社会保障とで医療とかそういうことも含めてねやっぱり鳥獣国であるという全体の割合から見るとねまあ実際の長齢者高齢者まあそれも日本は高いですけどね うん、世界最高で、えー、高齢化率が世界最高2位がイタリアが 23.6%3 位ポルトガルで23.1%へーそうなんだ <laughs> あのすいません全然これね意識したことなかったですねこういうふうに高齢化率を世界的に見るという意識がなかったんですけど、えー、なるほどねうん で高齢者のここで就業者数ですね、これが17年連続で増え続けてるわけですね、これね。えー、906万人と過去最多を更新。うん、えー。就業率も9年連続で上昇して25%を超えたと。うーん まあこれも高齢者の就業率が主要7カ国の G7 では最も多いうん要は、えー、高齢といえども働く人が増えてるイコールそれはなぜか、うんえーまあ、年金とかねそういうものが日本は社会保障として、まあ、これも問題になってる部分ですけど。 えー、そういうものがあるんだけどもそれではあ当然暮らしが立たないという方で働いてる方まあ中には、えー、よくね、えー、段階の世代とかの方には多いと思うんですけどやっぱり仕事仕事仕事でね、えー、家庭というのはもう奥さんに任してみたいなねそんな感じでもう仕事しかこう取り柄がない。 仕事をしないと何かこう仕事をね退職したあとねやめて他に何か趣味をと言われてもそれがないそれを見つけられないえ人とかもやっぱりいるんでそういう方も当然まあねえできることがあればということでねされてると思いますがまあその辺のねえ割合というのもできたら出し 分かればいいかなと思うんですが、まあ僕はやっぱりあの基本的にね。働かないと退職しても働かないと生活していけないよ。っていう方もおいての割合で多いのかなというふうに思います、えー。事実私なんかもやっぱりもう死ぬまでね。働かないといけないまあ。この下に1個ありますね。政府は生涯現役で活躍できる社会を作る必要がある。 うん、そうです。えー、まあそういうねやっぱり社会私なんかでも,も死ぬまでもう本当に働いて生活を立てていかないといけないというふうに、えーまあ、自分がね自ら選んだ人生を歩んでるんですけど、まあ、その結果ねそうなるんですが、うん、そういう中そうですよねその高齢者 が働ける環境、えー、就業者全体に高齢者がめる占める割合も過去最高のになったとうーんまあ産業別で卸売小売業が128万人、えー、農業林業が106万人サービス業が104万人か。 うん、まあ農業林業というここの産業域は、うん、まあもともとね、えーまあ、私も実は農家ですんで、えー、その農家で、えーうん、やっぱり年老いてね、えー、と若い間は兼業みたいな感じでねサラリーマンやりながら農業をやると。 で退職した後その職に、えー、職として、えー、それを自分の職業として農業をやるとかねいう人も多いので、まあ、ここはね106万人はうな、ん、ずけるなと流れ的にね、うん、そうなるうんで128万人と最も小売業かサービス業も104万人なるほど。 えー、まあ雇用のお形スタイルとしては、まあ、パートアルバイトなどの非正規の職員従業員が7割を超えるまあまあこれはね社会としてまあ雇う、えー、側のね、うん、あの企業としてはこうしたいでしょうね、うん、その理由について男女共に3割を超える人が自分の都合の良い時間に働きたいからああこれはあ働く人側の ねえーあまあ、これは,これはわかります私もそうですからね。自分のの都合の良い時間に働きたい、うん、で一方で家計の補助などを得たいからと答えたのは2女性で2番目男性で3番目あやっぱりそれなりにね、えー、家計的に、えー、なんとか、えー、その自分が少しでも仕事をしてね。 えそれで、えー、その助けにすると家計の助けにすると、うんまあ、それが女性は2割ほど男性は15%ぐらいね、うん、16%か。なるほどね。で高齢者の就労を進める一方で高齢者に新たな医療や介護の負担を求める社会保障改革を進めていると。 国立社会保障人口問題研究所の推計によると人口あ高齢化率は今後も上昇を続けあ71年から74年生まれの第二次ベビーブーム、うんえー、71から74年生まれということは僕より一回り 10, 個から10歳から、えー、1 2三3歳下の、うんえー、世代が65歳以上となる40年。うん には、えー、35.33割を大きく超えてうーんとなるともう今ねやっぱり少子化ということも問題になっててそれがもう相まってこの高齢化率っていうのはぐんぐん、えー、高くなる可能性がありますよね。でそのの先に待ってるのが 日本の人口が大きく減っていくということですよね。うん。まあ、こんな中でこういう状況下においてですね。えー、まあ、基本的にどういう形を取るかというね。えー、これがあまあ、討論、えー、今の、えー、主、えー、総裁選挙の討論会。 その中でもまあ議論されてますがねえ年金のやっぱり年金というところをまあメインにねえ話されてますがやっぱりそこの拠出をする要は原資になるところというのが要は今現役の現役世代の要は就労してるえそういう方から要はね今ので年金の原資を を得ているわけですよねで当然今人口そういう現役世代という人口も減ってきてますね、えー。減ってきてる中で、えー、もう三割になろうかという,う高齢者の年金というのを拒否する年金の原資を払っていかないといけない でこれがですねやっぱりもう当然のことですよ。あの頭でっかちになって上の高齢者の割合が人口割合が増えればですね、えー、要は1人のその方のお、まあ、年金という部分のね、えー、これが年金って今基礎年金で、えー、65歳からで満額でいくと6万5,000円月ね。 えー、ということは6万5,000をまあこれがね半々になったとしたら1人がですねしかもその全人口ですからね当然就労をしてない学生とかあの幼児とかですね、えー、そういう赤ちゃんも入れての話ですからね就労をしてる現役世代が払うわけですよね。 もうそうなるとまあ半々にならなくてもおー40%ぐらいになるともう今でも結構あれですけどね一人が一人をまあ年金という形で養っていくことになるというこれははっきり言ってそれは無理ですよね。うん、というところでね、まあえー、河野さんなんかは。 あの要はその拠出する年金を払う要は、えー、高齢者であっても一定の収入がある人ですねそこはまあ基準を決めるということになると思いますけどそういう人には年金を出さない、えーえー、というところで、えー、そのまず拠出を減らしていくもう一つは税金を投与して。えー 要は現役のね、えー、その支払ってる人たちの負担をこれ以上もう増やさないということを前提として、えー、それで足らない分を税金で賄うとじゃあその税金は何になるかというと一番可能性高いのは消費税。でも消費税を上げるということは、えー、それだけのために上げるということは今度社会全体が消費も含めてね えー、経済が回っていかないという循環悪循環になる可能性があると。で経済が回らない要は物が売れないとかになってくると現役世代が勤めてる企業なり、えー、そういう企業そのものの収益が落ちるんで、えー、結局はですねそのまあリストラとかそういうね経営悪化になるとそういう問題が起こってきて。 えー、現役世代で年金の支払いができるそこの層があまあ金額的に言うと減ってくる可能性があるという悪循環になるんですよねだから僕はね思うのはこういう高齢者まあこれがですねやっぱりあの国のまた政策としてはねあのまあ 基礎的財政収支というプラライマリーバランスまあこれをですね、えー、今マイナスのところをプラスにする2%って言ってましたがねまあ物価安定目標とかも2%という話ですからそうなってくると徐々にその2%を達成するということは徐々に、えー、要は金額が上がっていくわけですよ物価が。 でそうなってきたら今現状ですね今度年金をもらってる人でも今の年金が支給額が受給額が満額もらってて6万5,000円でもそれで生活がしていけない状況が生まれる可能性もそこで出てくるわけですね。だから全体的に見るとどん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 こう社会保障というものに対してのね えー、やっぱり負担というのは増えてくると思います。もしくはそこをもう社会保障を維持するために、えー、受給額とかをですね一定にして、えー、税金をそこに入れるとかまあ税金入れなくてもですね今のままでじゃあ拠出金要は受給みんなが受給できる金額を抑える。 という方向に向くとしたらまあこれさっき言ったもし物価が上がっていくということを前提とした場合には当然生活が苦しくなるということになるんででね僕これね思ったんですけどさっきね、えー、出てましたけどやっぱりこう生涯現役で活躍できる社会これ作ることって、まあ、私自身が今それを求めてますからね。 えー、そういう社会をねやっぱり作ることというのを政策に具体的に政策に入れていく方がいいんじゃないかなあのシルバー世代を支援するとかね、えー、というのは以前からねこうありますけど、うん、なんかあの組織的にこれこそね組織的にね、えー、きちっとこうそういうことを運営していく組織を作って。 で例えばねあの就労した人、まあ、それがハローワークとか、まあ、そういうことになりますけどそういうものではなくってもっとレベルの低い、えー、本当にこの人どんな人を企業側からでもあの普段のね、えー、状況どんな人人の性格とかも含めて見えるようなそういう、まあ、場所 おとかですねあともう一つはそういうものを展開して要は交流を深めてあこの人ならこういうことができるなという中で高齢者にはあのこれは身体障害者の方もそうです、えー、やっぱりできることとできないことがやっぱりどうしても出てきますよね。社会ののの労働の中中でで求められるいろんな職種職域の中で できることとできないことってやっぱり、えー、おのずと出てきますよね。でそれをできることをですね、えー、お願いするという形で,でなおかつ例えば身体的に、えー、会社に行くとかそういうことができないと。でまあ方や企業側はね、えー、そういう方を雇用するのには例えば車椅子を使ってる方であれば。 それに対して環境労働環境を整えるという,う少なからずそういう設備投資とかですねそういうことの経費が必要になってくる可能性もあるで、まあ、そこをですね、えー、補助する形の政策は今まで出てるんですが今ですねやっぱりあのこれは河野さんも言ってはりましたけどねあの、うん やっぱりこうデジタル技術と言われるうーやっぱりそういうシステムとかですねそういうサービスで中でテレワークとかそういうものができるようになります。で私の知り合いでもえもう私よりずっと先輩の方ですけどあのもう足腰が今もう立たずに動けないと家の中をうろうろするぐらいになりまあちょっとね張って動くなり。 なんかそんなことで生活してるんだけど仕事はしてるとで何かというと、えー、テレワークでリモートで、えー、いろんなその会社のね、えー、会社の中でいろんなこう人,人の問題、えー、とかですねそういうこうまあもともとその系統のお仕事をされた方なんでできるんですけど、まあ、コンサルティングっていうかアドバイザーというか。 そういういことで収入を得てるとで全然動けなくてもリモートでそれできるんでとまあそれがだからこのコロナでねよりね相手側もそういう環境をどん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 整えていくことになったので非常にそれがやりやすくなると。でまあ,あの職種的にねリモートでやっぱりそういうメンタル面とかそういうケアをするということが必要になってくる。 中でやっぱりその高齢者のねやっぱり経験を生かしてその、まあ、これみんながみんなでそうできるとは思いませんやっぱりできない人もいればあー、ね、できる人もいるでしょうでもそういうことをですねこう,うまく利用してそこにこうピンポイントに当てはめられるようなことも今後河野、まあ、さんおっしゃるデジタルというのを推して えー、そのいろんな経済とかねそういうものを強くしていくということをおっしゃるのであればそういうことの、えー、政策とかまあそういうことをですねみんなに知らしめることが必要かなと思います。でそういういいい場所がななとで、うん、できないのでね、うんで やっぱり一番もう一つ必要なのは社会全体に対してえそういう高齢者をですねどのように活用するかを本当にねえやっぱりこうちゃんと認識をして考えることというのがまあ僕らでもそうでしたけどね若い時はやっぱりそのもう高齢者ってもうおじいちゃんおばあちゃんもうっていうふうになりますけど。 今思うのはあその時その人らは僕の未来だったんだと自分の未来だというふうに認識をしていれば多分その時にですねもっと違う対応ができてもっと、えー、いい意味で、えー、得られるものが多かったとで与えられるものも多かったんじゃないかなというふうに思います。だから うん、まあ今ねやっぱりその社会全体にその人制度制度というふうにまあ私もねそう一定の制度は必要なんですけどそれをね運用する人ですよね、うん、そのまあいいなれば社会がですね、えー、それに対しての意識をちゃんと持つことが大事ですしまあ、そういう意味ではそこの意識づけから、えー、しないといけない気づきを与えることもしないといけない。 まあ、そのいういのが実際にですね、えー、頭の中で「ああこんなおじいはどうしようもないわ」とか「こんなおっさん何の役に立つねん」とかっていうふうに思ってる人が実際にですね、えー、その仕事人を探すというんではなくて仕事っていうものではなくまず人と人のそういう,こう交流が図れる場で。 えー、まあちょっと試しに、えー、ちょっと参加してみようかとかそんなふうになった時にうんそこで、えー、そういう仕事を人の能力とかですね高齢者の能力とかあそういったものを築けばあ社会はおのずと変わっていくと思うしまあその前にはやっぱりそういうね、えー、ルール規制で、えー、縛ること縛ってもう全てそれで片付けるんではなくって。 えー、人がおのずと気づく相手をのことを理解する、えー、そういう場を持つことが僕はこの高齢者のやっぱり、えー、仕事というのをまあ障害者もそうです障害者の方もそうです、えー、あこういうことをできるんだとかそういうことの気づきも含めてね、うん、まあ年寄りはもうあの扱いにくいとかですね もうなんか同じこと何回も言いよるしみたいなまあそれは私なんですけど話は長いしとかね、えー、そんなことがいろいろこう出てると思うんですがそれを変える意識的にまず変えるなところから始めないといけないのかそれをまず始めるためのね政策ルールみたいなもの。 そういったものをですね整えてもらってそこから先はやっぱり人人と人なんですよねでそこで初めてまた新たな仕事事業スタイルも含めてね生まれてくるんじゃないかなと思いますのでこの社会保障制度というのを考えるときにその国がねどうやってそのお金をですね捻出するのかとか。 うんそういう今までの流れの中でなんとかしようではなくて新たなそういうものを取り込めば、えー、高齢者が働けるようになればですねおのずと年金金支出は拠出はすするる額が減ってくるんですよね、うん、それで、えー、その方たちもあるまあそれはちょっとね、あのー、働く仕事によりますからねあれですけど。 えー、それを補助できるようなね、えーえー、年金の全体の年金のね、えー、ごく一部でも補助できるような形になれば、えー、この社会保障というものの見方考え方あり方それが全部変わっていくことができる可能性が僕はあると思います。今要はお金を何からというね うん、もう取れるところもこれ以上取れんならこっちから取るかみたいな、えー、それをやっていってももともと日本の中の経済の中で生まれてくるお金で税金とかですね、えー、国の借金で賄っていってる、まあ、今,まで今もやっぱりそういうところは多々ありますよね。だからそそういうい意味ででくとですねやっぱり、えー、それを 経済を動かす人を動かすことによっていかに、えー、その原資にしたりとか、えー、経済が回る社会保障も回るというふうにしていけるのかということを考えていく方がいいかなと思います。なのでそういったところを含めてね、えー、ちょっと議論をしてもらいたい。もうこの議論に慣れきってるような気がするんですよなんかねもうずっとね。 だからあのそう言っても結局、ね、なかなかできないでしょみたいな、えー、というのを今までだ,こうだらだらとやってきてますけどもうこれ本当にあと、ね、5年10年というスパンでね、えー、大きくここの負担が変わってくるということもありえるんで、えー、ここはですねやっぱり、えー、すぐに対処していくべき。 ことですしその時にはあもう少しそのあり方社会保障制度の在り方とか、えー、特に高齢者の在り方あーですねそういったところも含めて、えー、検討をしていってもらえればというふうに思います。ということで、えー、今日は以上です。ご、えー、ご視聴ありがとうございました。